証券市場とは、金融市場の中で、有価証券の発行が行われる、発行市場と、それが流通する流通市場との総称。証券取引所を指すこともある。英語では、発行市場を一時市場、流通市場を二次市場という。これは新しく証券が登場する最初の場所が、発行市場で、一度発行市場を通過した証券が、点々と売買される場所が、 流通市場であるという意味である。証券の社会的な機能としては、資金の調達機能や小口の資金を集めて、大口の資金を作り出す資産変換機能が知られている。それが果たされているのは発行市場においてである。他方で発行市場が機能する上では、つまり証券の発行が成立する上では、流通市場が存在して、 証券の流動性が確保されていることには大きな意味がある。流通市場が存在する証券の方が投資家にとっては流動性の確保が容易であり安心できるからである。経営者の立場から見た場合資金調達手段としての株は二次市場でどんな価格で売れようがもうすでに資金を調達した後なので本来的には関係がなかった。しかし、 1970年頃の時価発行制度の導入によって、直進株発行が流通市場における時価に影響を受けるために、資金調達という意味でも流通市場が意義を持つようになった。様々な商品取引でも同じであるが、商品取引を容易にするためには、同じ場所、同じ時間に取引を品物を持ち寄ることで、売買の成立は容易になる。 品物が互いに分かっている、定型化された取引の場合には、注文という情報を持ち寄るだけでも、同じことが可能である。つまり、市場の本質は、売買についての注文情報が集まり、新たな価格情報などが生み出される場所ということになる。こうして一度、市場が成立すると、市場に参加する者の,の利害を守るために、市場に入ることに入場料を取ったり、 市場に入れるものを限定して、会員制度あるいは、組合員制度を取ることも見られる。証券取引所で多く見られた規制は、会員制度、上場制度、市場集中原則、固定取引手数料制度などである。これらの規制には、市場の機能を高める側面と、会員の利害を守る側面との両面があると考えられる。このような取引所の規制的なあり方は、 自然発生的に市場の分裂を生み出してきた。上場制度による制約は上場されていない証券を店頭市場が扱うことを生み出した。また、会員制度は非会員が場外市場を作ることを妨げるものではなかった。他方で市場の分裂は売買注文を出す側からすれば不便なことなので市場を統合するという合理解の圧力を生み出すものである。 このように市場は本質的に統合と分裂を繰り返す存在なのである。近年、この市場問題に新たな意味付けを与えているのは、機関投資家インスティチューショナルインベスターズの成長である。投資金額が巨大化している機関投資家は、市場に対して自らの要求を突きつけるようになっており、市場はこの機関投資家の要求への対応を迫られているのである。 加えて、機関投資家の要求に沿うように取引のスピード、匿名性、コストでの効率化などを実現した、施設取引システム PTS、プリプライアテリトレーディングシステムズの登場と成長は、既存の取引所に脅威となり、取引所の側の変革を促すように作用したのである。取引所による市場の独占や様々な規制は、先進資本主義国で、 独占禁止法制の例外として容認されていたが、すでに述べたように、機関投資家は、このような取引所の独占が果たして効率的な市場を実現しているかについて疑問を提出するようになった。このような不満を受ける形で、アメリカでは1970年代にまた、イギリスでは1980年代に取引所の独占を否定する市場改革が実現した。 このうち1986年にイギリスで行われた改革はビッグバンと呼ばれるもの。日本で1997年から1998年にかけて行われた市場改革はこのイギリスの改革をもじって日本版ビッグバンと呼ばれる。このような市場改革が PTS の登場をもたらし市場改革のスピードをさらに上げることを既存の 取引所に迫っているのである。店頭市場とは取引所で扱わない証券の市場という意味である。日本では日本証券業協会が1963年以来運営してきた店頭登録名柄制度がこれに当たるが2004年11月にジャスダック証券取引所への倶えに伴い消滅している。これには以下のような経緯による。日本の店頭市場は 証券会社間の相対取引が基本だが、店頭登録銘柄制度においては、1976年に発足した日本店頭証券で実質的に市場取引が行われていた。しかし法律的には市場取引が行われている場所として長く認知されなかっただけでなく、機能としては取引所の基準を満たさない企業のための保管的市場の位置を与えられ、 企業が成長するとともに、取引所に企業が移る関係にあった。1998年の証券取引法改正では、店頭市場は、店頭売買有価証券市場とされ、市場として取引所と対等の地位を与えられた。しかし金融ビッグバン以降、マザーズやナスダックジャパンなど、証券取引所が相次いで新興企業向け市場を立ち上げると、 その保管的機能においても取引所とまともに競合するようになった。そこで日商協では2003年に店頭市場の活性化のため2001年に店頭市場から解消したジャスダック市場を証券取引所に転換することを決定した。かくしてジャスダック市場は2004年12月1日に日商協が母体となって設立した株式会社 ジャスダック証券取引所へ改祖され、それまで店頭銘柄とされていたものが上場銘柄に変わった。この結果、日本では店頭市場、店頭銘柄は事実上消滅している。2010年には株式会社、ジャスダック証券取引所が大阪証券取引所に吸収合併され、両社のヘラクレス市場、ネオジャスダック市場をジャスダック市場として統合。 集約させている。なお、アメリカ合衆国にはナスダックが取引所と異なる店頭市場として設立されたが、現在では店頭取引本来の機能は喪失し、OTC ブリティンボードに店頭取引は移行している。また、台湾においては台北エクスチェンジが設立されており、台湾のナスダックとも称される。ありがとうございます。